豊さん、こんばんは。こんばんは。デイリープロ野球ニュースのお時間です。はい。さあ、豊さん、はい、以前の動画で1番から5番のトピックス、うん、何を引きたいですかと。まあ、3番から引いたけど、はいはい、まあ、今日は1番かな。そうです。あの3番のね、阿部さんの話の時に横川投手と、うん、その時に次回は1番と言ってたので、はい、今日は座談会です。はいはい。何の座談会かと言いますと、はい、期限が迫ったトレードあるのか。もうちょっとだな。いや、もう本当にもうわずかです。うん。ということを座談会で討論するのにある方を呼ぼうということで、このチャンネルでももうおなじみになりました、うん。何と呼びすればいいんですかね。里崎チャンネルでは先生という。里崎チャンネルでは先生、いろんなところで出てますよね。まあ、先生でいいんじゃない。先生でいいですか。うん、先生を呼びしました。先生よろしくお願いします。どうも。はい、どうも。というわけで先生はまあ野球に詳しいですし、うん、野球経験者でも、野球オタクだな。野球、そうですね、かなり詳しい、細部までしていますし、うんうん。ということで今日は3人で、じゃあもうぶっちゃけ誰と誰がトレードするのか。で今、まあ、ボードにねこう書いてあるんですけど、まあセ・リーグは、うん、まあね、上 A クラスのちょっと3チームが決まってきたかなという感じで、ね、はい、でパ・リーグは1位から5位までがまだこうひしめき合ってるような状態で、どうなんだろうトレード的に。これもういきなりせーので出してお互いせーので出す、付き合いますか。はいはい、じゃあいきますよ。せーのドン、じゃん。豊さんは、なんで、おー、豊さん中日の平田選手、うん。先生は DeNA の田中健二郎投手。おお、絶対ないわ。絶対ない。いや、私ごめんなさい、ちょっと選手まではあれだったので、ヤクルトとオリックスはない。なかったなかったら書くなよ。めんどくさい。で阪神とハム、楽天と DeNA があるんじゃないかということで、阪神とハムはまずこれ、はい、多分つながりが薄いな。つながり、やっぱつながりって大事ですか。やっぱあるよ。まあ、巨人と日本ハムはつながりが強いとかさ、はい、阪神と日本ハムはつながりはないな。ないですか。これどっちが得するんだよ。阪神ですよ、もちろん。うん、それはもう絶対ない。絶対ない。ない。それはさ、巨人に中田をお願いした経緯があって、はい、それは阪神がね、うん、巨人と争ってんのに、はい、ね、そこでのトレードは俺はないと思う。ちょっとご法度的なものになってしまう、ね。いや、それはやっぱり仁義は通すでしょ。あのハムの方がってことですよね。だってまあ栗山監督の愛情で、はい、ね、原監督にお願いして。うん、ね、話を進めた中田翔がいて、はい、それに足向けて寝るようなことは栗山はしないと思うよ。まあ、あと栗山監督と、ね、原監督 の、 その、うん、ありますからね、うん。だから俺はこれはないと。これない、うん。下のこの楽天と DeNA っていうのはどうですか。まあ、ワンチャンあるかな。ワンチャンあるけど、はい、人がある合うかなっていう。これどっちにどっちが合わない、ね。まあ、かつて、はい、藤田と内村っていうのがトレードしたけどね、はい、内野手同士で、はい、まあまあそういうことはあり得るかもわからないけども、うん、なかなか想像しにくいよね。しにくいですかね、うん。なんとかさらに補強してこうオリックスを抜かすっていう。じゃあ DeNA から誰が欲しいんだと思う。楽天はですか。ピッチャーいらないよ。そうですよね。野手でしょ、はい、野手出せるのいる。いない。いないんだよ。なるほど、そうか。やっぱそう考えると、はい、ね、消去法で、消去法でな、ここの3つはない。ない。ちなみにヤクルト、オリックスもなさそうですか。オリックスは今のバランス崩したくないと思 う、 そうです、ね。だって補強したいところがないの。ないですよね。だってチーム内で争ってるから。はい。でヤクルトはピッチャーは1枚でも2枚でも欲しいと思ってると思うけど、はい、そら上位からピッチャーは抜けないよ。出さない。そんなに余裕はない。ない。ということは、まあ、全部ない。そう思うよ。思う、うん。先生どう思います、どう思いますか。じゃあ僕は補強は楽天はあるんじゃないかなと思ってて、で DeNA との楽天とはないかもしれないですけど、楽天はどこ補強したいんだ。楽天はやっぱ外野手は、内野手はちょっと欲しいんじゃないかな。お声が出てきて辰巳を育てなきゃいけない、はい、ね、岡島がいる、島内がいる、はい、取ってどこに使うの。優勝だけの要因としてとか。
もうメジャーリーグ的な考えで、いやだからメジャーメそしたらトップクラスだよね、はい、そんなの出さないよ、出さないか、出さない出さない、田中健次郎、はい、DeNA あれどうですか、ないなんでですか、ないで手術明けだもん、手術明けは取る方にリスクを感じる、でも登板したじゃないですか、いや登板したけどやっぱり取りにくいよ、そうなんですね、うん、DeNA の左ピッチャーが多いという長所、これは他球団のオリックスとかはなんか結構狙い目じゃないかなっていうところで、経験と、まあ、砂田選手でもよかったんですけど、誰もらうの、オリックスであれば後藤俊太、あ、はい、これだったらピースハマると思うんです、いやでも外野手でしょ、はい、外野手いらないもん、まあ余ってんの DeNA だって佐野が打率1位でしょ、はい、センターの桑原が3位に、はい、オースティン2位かな、いやそのオースティンの怪我があるというところなんですよ、要するに関根がいる、関根がちょっと線が細いような気がしてしゃあないんです、じゃあ関根と後藤を比べた時に、ね、後藤が線が太いかって言ったら細いと思うよ、そんなに変わらないと思う、今やね、先生どう反応する、まあオリックスじゃなくても左のやっぱり終盤にかけてのワンピース、まあこれちょっとオリックス阪神ってところが僕狙ってたんですけども、両方首位争いしてる関係でないかなと、日本シーズン関係でないかなと思うんですけど、阪神も欲しいと思うんですよね、左の阪神岩佐だと岩崎がいるんだ、もう一枚欲しいんじゃないかな、すごく脳みを出したことを後悔してる、及川がいるんだ、育てないからな育てるというよりは勝ちに行くのが大事なんじゃないかなという、あ、まあ、とにかく今の心情的に育てるより も、はい、もうとにかく今年優勝するためにっていう、ただ優勝争いしてる関係上阪神トリックスっていうのはないと思うんですよね、日本シリーズを考えていくと、うん、だったら DeNA とオリックス、まあ日本シリーズのことはまだ考えてないよね、まだ早いですか、だからオリックスと阪神っていうのはあるかもあるっすね、そうね、そうですね、関西でねっていう、そうですよね、うん、だから DeNA 何もないじゃんそうですね、関連性がない、俺はこう平田、いやそうか、なかなか平田はパリーグ向きだから、ずっと言ってましたもんね、うん、もう中日ではもう一花ってこと難しいんですか、いやもう出さ、ここまで使われなかったら出さない、なんかあるんですか、使われない、いやだから加藤とか取ったりとかいろいろしてるでしょ、はい、もうそしたらもう溢れちゃったら出すしかないという平田選手、うん、ってことは、うん、パリーグの上位チーム、ロッテ、ロッテ、ロッテいらないロッテがないの理由は何ですか、ロッテはだっているじゃない、だってセンター藤原、大木野が元気、まあ、マーティンが帰ってきたらライトにいるでしょ、入るとこなくない、で角中いるしさ、はい、そどこですか、ソフトバンクだよ、やっぱ打たなきゃいけないから。だから打てる外野手、だからもう一人書かなかったけど、ヤクルトの雄平っていうのも面白い。ああ、そうですね。だからとにかくソフトバンクは打てる野手が欲しいよ。今でまたさらにってことですか、まあ、柳田選手。だってさ、栗原が、はい、ね、栗原が外野守らせたいんだけども、マッチが悪いからサードとかさ、うんうん、やらせるでしょ。そしたらやっぱ外野が手薄になってるんだよね、ちょっと、あ、そうか、うん、で今シーズンね、外国人いませんし、うん、ブラジアルもそうか、そうなってくると、いやだから平田っていうのはこのまま置いとくともったいないよ、中日に、そうですよね、それで平田を出したら同じ外野手で変えてもいいよ、あ、向こうから、うん、でなぜかというと、はい、ソフトバンクの外野手って脚力あるし肩強いよ、はい、もう取る時からそういう選手を集めてるから、うん、おそらくそのバンテリンドームではそういう外野手を使いたがってるから、与田監督が、そっかそっか、まあ、広さ的にもそうだしっていうことですよね、そう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 、あ、なんか座談会じゃないじゃないか、真剣に俺がなんかもうダメ出ししてお前ここに落ち着いてるっちゃ話じゃない、なんかよく考えたらそうですねなんか前振りみたいに先生と私を使われ最後なんか落ち着いてみたいな、確かにそうですね、だからまあ、あとは雄平とかね、ああそうか、あ、雄平選手と変えると、ただそのヤクルト、まあ、今ね、あの上位の優勝争いしてますけど、その中で平田選手が入ってきたことによって平田選手はもう即スタメンで
いや即スタメンでもないかも分かんないな、そこはないかもしれないと、うん、だってなんか阪神から中谷をトレードしたでしょ、はい、それもやっぱ上に上がれないじゃない、そうですね、マサゴもいますよ、マサゴもいるけどさ、うん、マサゴよりやっぱ平田の方が実績的には上だし、もう全然、うん、やっぱパンチ力あるし、で大阪桐蔭が今こう動いてるからね、中田翔はじめ大阪桐蔭今出てきましたね、いやだからこうシャッフルしてるんじゃないの、大阪桐蔭横川巨人の横川選手も、そうそうそう、そうなってくると阪神の藤浪選手も大阪桐蔭ですし、あ動かす可能性があるよ、オリックス澤田選手もそうですし、何ですか大阪桐蔭のもう回すかもわかんない、阪神の藤浪投手はちなみにどうなんですか、藤浪はそのまま置くよ、いっぱいそういう話もあると思うんだよ、はい、でもここまで動かさないっていうことは動かさないよ、うん、もうないですか、だからそのドル箱と言ったら変だけども、はい、やっぱこう金の取れる選手藤浪って、うん、やっぱ藤浪が投げるって言ったら紙面一面飾るしね、はい、だからそういう意味では出す効果よりも置いとく効果の方が強いという、球団的にはってことですね、商品としたら価値があるというかね、はい、まあ、そういう感じで考えてると思う、なるほど、うん、8月31日まで本当わずかとなってきましたが、ね、皆さんがちょっとじゃあ考えるちょっと、ねね、トレード選手もしいましたらぜひコメント欄の方で座談会に参加してください、はい。